今や押しも押されもせぬ国民食となったラーメン。日本全国あまたの店がしのぎを削り、一つの丼の中に繰り広げるラーメンという芸術。そんなラーメンをこよなく愛するあなたにお送りする超ラーメン情報プログラム、ラーメンウォーカーテレビ2。 2012年9月に開店後、瞬く間に話題を独占した徳島ラーメンの新店、中華そばジャック。徳島ラーメンの名店東大と味噌ラーメンの名店麺どころくるりで修行を積んだ店主佐藤智則さん。豚骨から抽出された甘みと鶏ガラのうまみ、濃い口醤油のバランスが見事に調和したスープに、コシの強い中太ストレート麺、そこに徳島ラーメンならではの豚バラ肉と生卵のトッピング。ここ高円寺に舞い降りたラーメンフリークを熱狂させるこの徳島ラーメン、心ゆくまでご堪能あれ。中華そばになります。来ましたね。これはずるいですね、なんか。ずるいですか。ずるいいただきましたよ。もうああ、美味しくないわけがねえ、本当に。なんか、りんかさん、初体験らしいですよ。あ、そうなんです、実は私、ラーメン初めてなんです、記念すべく。ああ、じゃあ、その場に立ち会えた我々も幸せですね。貴重な商人として、語れるわけですね。はい、ありがとう、見届けましょう。はい。では、いただきます。いただきます。じゃあまずスープから。いやもう濃厚ですね。この茶色いもう豚骨醤油スープ。ね、粘度が高い。濃厚、まろやか。まろやか。初めての出会い。はい。感動してます舌が。感動してますか舌が。はい、舌が感動してます。本当ですか。良かったです。結構濃厚ですね。濃厚なんですけど甘みがあって、なおかつでも後味すっきりまろやかみたいな。そうですね。甘みいいですね。この豚骨とあと鶏の旨味でしょうかね。ね、鶏の旨味。今すごい頭フル回転。鶏入ってますよね。ああやっぱりね。さすがりんかさん。本当に。豚骨由来の旨味というか甘みというか、非常にタレが引き出してるんですけど、その甘みと鶏ガラの旨味が相まってもう非常にいい香りを醸し出してますね。でしかもこれからいただく麺がですね、なおかつも徳島からやってきてるそうなんで、早速ちょっといただいちゃってみましょうか。あら、まっすぐな綺麗な麺ですね。ね、お醤油の色が染みてきてましたですね。本当ですね。ああ、この喉越し歯ごたえいいですね。低加水麺なのでどんどんスープが吸っていきますね。通常ね、なんかスープ吸っちゃうととか思っちゃうんですけど、これは逆に心地いいですね。スープ吸うとかね、シャッキリ感はちゃんとねありますしね。これはなんか徳島の丸麺製麺所さんっていう徳島で割と人気の製麺所さんらしいんですけど、そこからはるばる高円寺に、はるばる高円寺ブロム徳島ですよ。貴重ねえ。あとはこのチャーシューが見ました？豚バラあれみたいな。タレが染み込んだね、豚バラね、美味しそう。そう、徳島ラーメンの醍醐味といえばこの甘辛く味付けされた薄切り豚バラ肉。いやー本当に食欲をそそりますよね。この徳島ラーメンならではのチャーシュー、日本人なら誰でもあるものと一緒に食べたくなっちゃいませんか？そうそう、これです、これ。徳島ラーメンのもう一つの代名詞ともいえる生卵、まるですき焼きのような味わい。早速卵を絡めていただいちゃってください。なんか日本人がホッとする味ですね。肉おいしい。やっぱ卵効果でね、甘辛いスープがまろやかになりますね。とてもまろやかで美味しいです。麺がこうチュルンチュルンになりますね。なりますね。より一層。チュルンチュルンですね。チュルンチュルン。卵が絡む。喜びですよね。喜びですか。はい。ということでちょっとかなり。私ちょっとこの食べ方に非常に不満があって、えみちゃんもそろそろ不満に思ってませんか？そうですね。この味が来たら何か来るんじゃないかなっていう。なんか欲しくないですか？はい、左手に何か欲しいですよね。見えます。はい、見えますか？今。ごめんなさい。大好きましたよ。ありがとうございます。ご飯輝いてますね。粒が立って。この甘辛く味が染み込んだ豚バラ肉をご飯にオン。もう豚丼、豚バラ丼完成。もしくはすき焼き丼。すき焼き丼試してますか？じゃあ。はい、じゃあいただきます。美味でございます。まさにご飯のおかずですね。うんとラーメンがおかずになっちゃうんですね。ですね。都内でここまで本格的な徳島ラーメンをいただけるっていうのはもう幸せもんですね。我々は。そうですね。いやもう私本当に感動して、ちょっと今日家帰ったら実家に電話して徳島ラーメン美味しいよって言おうかなって。徳島ラーメン大使としてね。お父さんお母さんに報告を。はい、もうすっかりハマっちゃいました。お父さん、お母さん、徳島ラーメン美味しいよ。で、えみちゃん、すっかりハマっちゃってますね。話題沸騰の中華そばジャック、さすがです。徳島で生まれ育った店主がここ東京で地元徳島ラーメンスタイルで勝負をかける。その理由とは果たして。そういう熱いストーリーってラーメンフリークならずともなんだかワクワクドキドキして気になっちゃいませんか？そのあたりも含めてさあ佐藤店主にディープにお話を伺っちゃいますよ。とその前にこちらも気になる大人気のこのコーナー。